自民党の細田健一衆議院議員。燕市内で開いた会合には萩生田光一政調会長や花角知事らおよそ350人が出席しました。新潟の皆さん、こんにちは。この新潟2区、皆さんの力で細田健一さん、この地域の代表としてしっかり戦わせてください。そして比例に挑戦する水田先生と力を合わせてですね、2人が国政の場でしっかり仕事してくれることがふるさと新潟のためになると思います。新しい新潟2区はこれまでの2区と4区のエリアを中心に大幅に再編されました。前回4区から立候補した国定勇人衆議院議員は比例に回ることになり、細田さんへの支援を表明しています。全国を挙げて私国定勇人、細田圭一さんを国政の前に再び小選挙区から送り届ける。細田さんは若者の働く場所を作り、人口減少を食い止めることや地場産業の活性化などを基本政策に掲げています。新潟に戻って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのそばで働きたい、でこういう若者が戻ってこれるような仕事の場、職場を作るということ、これが一番大切だと。17日には新2区の各支部の幹部を集めて次の衆院選に向けて話し合いました。およそ13万人の有権者を抱える新潟市西区など新たな選挙区での知名度不足を課題に挙げています。私も浸透できてない地域だと思いますので、本当に一歩一歩を力を入れて頑張っていきたいと思います。立憲民主党の菊田真紀子衆議院議員はおととい、新潟市西管区選出の重川隆博県議とともにイベント会場に足を運びました。私ツバメなんで応援できないんですけども。ツバメも今度一緒なんです。そうですか、はい、もう応援してます。ありがとうございます。これまで自身の選挙区ではなかった西管区、顔と名前を覚えてもらおうと積極的に声をかけていきます。秋にも解散があるかもしれないとかっていう話もあるんで、なるべく新しい選挙区を掘り起こしたいなと思います。その日の夕方、西管区で初めての国政報告会を開催。およそ130人の支援者が参加しました。菊田さんは岸田政権が進める防衛費の増額や異次元の少子化対策の財源について疑問を呈します。この医療費の負担を上げていこうという話が出ているんですね。でもやっぱり私は医療は医療のために使われるお金であって、その医療を削って、そしてそれを無理やり子育て予算に持ってくるというのは甚だ話が違うというふうに思っておりますし、現在7期目の菊田さん、ありがとう、新しい2区での戦いにゼロからのスタートで臨みたいと意気込みます。非常に広い選挙区になりましたし、農村地域も多いですし、過疎あるいはその少子化で集落そのものがもう成り立たないというような大変厳しい現実もございますので、そういった地域の課題一つ一つ勉強させていただきながら国政につないでいければと思っています。自民党の斉藤洋明衆議院議員、おととい新発田市で開いた集会には650人が参加しました。金属探知機が設置される厳重な警備のもと、同じ麻生派に所属する河野太郎デジタル担当大臣が応援に駆けつけました。蓋を開けてみましたら、圧勝でございました。本当にありがとうございます。ぜひ斉藤洋明をいずれ日本の総理にする、
そういうつもりで、これからの斉藤博明さんの政治活動をしっかりとお支えをいただきたい。トラブルが相次ぐマイナンバーカードについて河野大臣は陳謝。斉藤さんは行政や民間企業が効率化すれば経済発展につながると話し、河野大臣との連携を強調しました。個人情報の保護と助けを必要としている個人を助けることの両立は非常に難しいんですが、その突破口がこのマイナンバー制度でありマイナンバーカードというふうに私も思っていますし、しっかり河野大臣を支えてまいりたいというふうに思っています。新しく選挙区となった新潟市秋葉区と北区で急ピッチで後援会組織を作っているという斉藤さん。今後はミニ集会を重ねて地元の市長や県議らと連携を深めたいとしています。はい、衆議院は常在戦場なので何か特別なことをするというよりもですね、今実証実験で目指しているようにドローンのように安定運行できるように頑張っていきたいと思います。あまりうまく素晴らしい。立憲民主党の黒岩宇洋前衆議院議員は4日に新発田市で集会を開き、およそ400人が集まりました。党本部から応援に駆けつけたのは岡田克也幹事長です。皆さんこんにちは。黒岩さん、この前の敗戦私はびっくりしました。早く帰ってきてもらいたい。そして一緒になってこの国の政治立て直すために頑張ってもらいたい。黒岩さんは重点政策として少子化対策を掲げます。大学の授業料の無償化と仕送り代を支援することで結婚しやすく子供を産みやすい社会につながるとしています。岸田さんがあんなチャチなね目に聞いたと子供せると僕には思えない。地元で通える学校ならいいけど地方にあんまりないし、だからこの緩和できたらね相当ね恐れなくて済む。11ある地域の後援会のうち7つで会長などが変わり、選挙体制の新陳代謝を図っているといいます。新しく選挙区となった秋葉区からは小島進県議が駆けつけました。もともと菊田さんも黄色なんでそこも違和感なく私も黄色いネクタイで、はい、今まで菊田さんを応援してた各団体の方に対しても今回は次は黒岩さんだということで、周知含めてやっていきたいというふうに思っています。もう本当に政治生命をかけた戦いになりますので、健康一滴とにかく勝利しかないというそういう戦いになります。これまで何度も選挙を戦ってきた立候補予定者たちも新しい選挙区での戦いに新たな気持ちで挑んでいます。